奴がいる。ああ。動くな。お前を狙ってる。俺がやる。一発で仕留めろよ。すまん、外した。気にすんな、チャンスはまだある。動くんじゃねえぞ。俺が動くな。動くなよ。ここにいたんだ。ちょっと新しい酒ができたから飲んでみてよ。おお。2種類作ってみたんだ。まずはこっち飲んでみて。じゃ、いただくぜ。キッ、いいキックだ。アビリオも飲んでみてよ。どう？ああ。そっか。じゃあこっちは？じゃあいただくぜ。くー！こっちもいけてんな。こりゃどっちかには決めらんねえんじゃ。飲んでみてよ、アビリオ。どう？ああ、やっぱりこっちか。もう少し手を加えてみるよ。じゃあまたお願いするから。おお。満足だ。あ？何だ？はあ、鍵だ。あ？車のか？ああ、お前が持ってるだろ。ああ、鍵ならさっき渡したろ。さっきっていつだ？さっきはさっきだ。店の中で渡したじゃねえか。いや、もらってない。へえ、まあガキみてえに蜂蜜まみれのパンケーキに夢中だったから覚えてねえか。忘れてきたならさっさと取ってこい。はあ、なんだよ。お前、店を出る前トイレに寄ったよな。ああ、それがどうした？その時はお前が持ってた。そうだっけ？ああ、間違いない。じゃあ鍵はトイレか。だろうな。忘れてきたならさっさと取ってこい。
ちょっと取ってくるわ。なあ、ネロ。あ？ついでにタバコ買ってきてくれ。ああ、分かった。アビリを止めれ！って待ちやがれ！って何か食うか。いや、ここのパスタは絶品なんだ。なんせバンノもここのレシピを無理やり聞き出して作ってたくらいだからな。特に酸味の効いたトマトを使った。いらないって言ってるだろ。腹は減ってない。じゃあ俺だけ食うぜ。ブッタネスカ一つくれ。なんかあったか。何が。何カリカリしてんだ。別に。言いたいことがあるならはっきり言えよ。別にそんなものはない。じゃあなんで舌打ちした。下手に出てりゃ何かと突っかかってきやがって。ああ、なんだよ。はいはい。口内炎。痛くて酒もまともに飲めない。そうか。よく振り上がる。はあ、飲むしかすることがねえ。この町にはもう慣れたか。ああ、マルコの店には行ったか。ダウンタウンの。おう、まだだ。そのうち行こうと思ってる。前に住んでたことあんのか、この町に。いや、なぜ。なんとなくな。来たばっかだってのにいろいろよく知ってるじゃねえか。どこにでもあるありふれた町だな。あ、そうだな。上がったな。気晴らしに出かけるか。どこに行く。マルコの店はどうだ。いい酒が入ったらしい。リバーサイドまで足を伸ばさないか。Thank you.
何食ってんだ。アイスクリーム。おいおい、女子供の食いもんだろうが。にしても棒に刺さってるのは見たことねえな。おう、その周りについてるのはチョコレートだ。だよな、だと思ったぜ。ちょっと珍しいアイスだよな。そんなアイス前から売ってたか。エスキモーパイ知らないのか。おう、江戸の店で売り出した。朝並ばないと手に入らない。ふん、並んでまで食べようとは思わねえけどな。まあここんとこ陽気が続いてるからな。うまいか。ああ。どうした。冷たい。そんなに冷てえか。あ、そして甘い。見ろよ、コルテオが酔いつぶれてるぜ。はあ、おーい、起きろコルテオちゃん。こんなになるなんて珍しいな。ああ、ほっとけばいい。アビリオ、もう本当のこと言えよ。こいつ寝言言ってるぞ。もうネロに言えばいいじゃないか。なあ、俺に？お前、俺になんか隠してんのか？おい、これでは、うん、起きろよ。いいじゃないか。どうせいつかわかることなんだから。おい！お前、なんでそんなに慌ててんだ？いや、風邪ひいたらまずいだろ。まあ、そうだけど。おい、起きろコルテオ。こんなところで寝てると。できないよこんなこと。ずっと隠しておくなんて。こうなったら僕が言ってやる。滑稽だ、あのヒゲは。って。はっきり言ってくれよ、アビリオ。